はい、オリンパスの、ペン ED です。はい、この ED は、すでに、ありましたオリンパスペンのハーフサイズカメラですね。それの EE という、プログラムシャッターですね。自動的にプログラムで、露出を切ってくれる、タイプのものだったですね。すでにあった DC という公共タイプのものを重ね合わせたようなタイプになります。非常に使いやすくよく映るハーフサイズカメラです。まず使い方ですが、フィルム室を入れるのは、まずここですね、開けるところ、はい、矢印ついてますので非常に分かりやすいです。これを上にスライドさせていただくとこのようにポンと開きます。はい、また普通にフィルムを入れてあげればいいわけですね。で、2回ほど辛口した後露出の設定ですが、ここに A ね、もうはっきりオートと赤字で書いてますけれども、これに設定してあげてください。これでプログラムシャッターです。はい。で、あとは、ファインダーを除いて、距離をですね、目測で合わせていただくと、もうそれで撮れるんですけれども、目測カメラというのは大体そのピントを合わすのに初心者の方は一体どれぐらいなんだろうって分かりにくいと思うんですけれども。このオリンパスのペンのですね、ED には高距離計になるんですけれども、この 1.2 メートルというところと3メートルというところだけが赤字になっているんですね。で、これなぜかと言いますと、これ上昇点マークというんです。大体ですね、近ければこの 1.2、もうちょっとわからないなと、3メートル以上になるんですね。そうなりましたら、もう3メートルのところに、合わせていただければ、大体全体的によく、バランスよく、映るということで、上昇点マークというものがあるんですね。ですから分からないときは、あまり無理に合わせようとせずに、これに合わせて撮影された方が、結局いい結果になると思います。ハーフサイズカメラですので、たくさん撮れますし、あまりフィルムがどうこう考えることなしにですね、この上昇点マークで撮って、まあ、自分で思ったところでも撮ってみるなどして経験値を重ねていただければ、上手に撮れるようになると思います。はい、で、このオートの横の 1.7 から22まで絞り値がありますが、これはストロボを撮影するときに使います。どれに設定しても、30分の1秒に固定されますので、ストロボ撮影のときに使うものですから、通常はもうオートで、シャッターバネが絞りバネを兼用しているプログラムシャッターですので、絞りバネはありません。このように、後ろに巻き上げていただいたら止まりますので、あとは、ピントをこれ自分で合わせていただいて、シャッターを切っていただければ、このように切れますので。はい、で、受光通しはここです。はい、で、この中に露出系のアリがあるんですけれども、これ電池が電池がないと使えないからといってですね、決して電子シャッターではありません。オリンパスの35DC などと同じようにですね、中の露出系の針が止まったところでですね、シャッターを押すことによって針を押さえて、その位置でプログラムシャッターを切ってますので、シャッターとしては機械式なんですね。はい。で、あとセルフタイマー。巻き上げて、セットしたときに出てくるこの銀色のボタンです。これを押してください。シャッターボタンではありません。シャッターボタンを押すと、そのまま普通に切れますので、巻き上げて、これをします。このように走り出しますので、はい。ある程度のところまで行くと、シャッターが切れるようになっています。はい。で、非常によく映ります。F 随行 F1.7 という 32mm ですね、広角でとてつもない明るいレンズがついているんですけれども、上手にピントが合えばですね、ハーフと言われなければわからないぐらい綺麗に映ります。で、押しムラクはやはり電池を使わないと、露出計が動かないと使えないというような仕組みになってますので、この先の寿命がもう1967年ですから非常に心配なんですが、基盤としては非常に単純なものですので、もう今から考えますと、そうですね、高校生の電気工作レベルのものだと思います。ですから、今後若い方ですね、そういうのが得意な方、
ダメなのかと、中が。これなら作れるんじゃないかというふうにですね、思っていただいた方は、ぜひなんかそういうふうに直していただいて、今後また次の世代にも受け継がれるようにしていただければ、とても嬉しいなというふうに思います。はい、非常によく映ります。お手元に置くようなことがありましたら、大事にしてあげてください。以上です。